ミヤチャンネルへようこそ。はい、今日ご紹介するのは3チップの LED テープ、電球色カラーになります。よいしょ。1メートルを2本、そして AC アダプター、この AC アダプターから刺さるんですけども、2本同時に刺したいので、今日はこの二股を、よいしょ、二股でつけたいと思います。先ほどの LED テープをここの後ろとこのスチールラックの L 字に仕込んでいきたいと思います。もともとついてたんですけども、半年か1年ぐらい前に切れてそのまま放置してて、まだついてるまんまなので、これを撤去してから、付け直したいと思います。それでは行ってみたいと思います。古いホームセット取れました。脱脂します。脱脂完了。1メートルをまずつけていきます。まず一つ目をテストしてみたいと思います。こんな感じですね。じゃあメタルラックの L 字もやっていきます。とりあえずの LED 間接照明外しちゃいます。もう一本の方は、両面テープがつきにくい場所なので、タイラップ、結束バンドで留めていきます。こんな感じになりました。戻していきます。こんな感じになりました。電気消しています。
どうですか？だいぶいい感じになったと思います。結構手軽に LED のテープを貼るだけで間接照明ができていい雰囲気になるので、これはおすすめです。皆さんも興味があったらやってみてください。それでは。